京橋花月での舞台の様子、キ馬歩美編集月間コントとは、ザ・プラン級のリーダーである、大井。キュが主催する、お笑いイベントである。事務所の枠を超え、毎月後から6組のコント師が、普段劇場やテレビで演じている、自作のコントを披露。オープニング、コントとコントのブリッジ、エンディングを、キ馬作のコントで繋いでいき、約2時間のイベントが一つのストーリーとして、 完成するという内容である。オープニングコントは、これから始まるストーリーの序章でありながら、出演するコント誌の名前をセリフに、ダジャレとしても織り込んでいく。名前を紹介されたコント誌は、舞台後方に設置されたコントのセットの N のところに影へとして現れ、スクリーンに名前が表示される。オープニング、ブリッジのコント、巻末コントには、ほぼ毎回朝越え越え、朝声声。 ヤナギブソン、そしてキューマ自身も参加している。その他に、吉本のガールズユニットであるつぼみや、アイドルの NMB48、またお笑いだけにとどまらず、スクエアや伊藤信子、ヨーロッパ企画など、舞台で活躍している俳優なども参加している。毎月告知に使われるフライヤーやポスター、またオープニング VTR は、少年漫画詞のようなデザインが特徴で、そのグラビアアイドル役を、 毎回、ヒューマ自身が務めている。また、増刊号、など節目のイベントでは、プラン級のメンバーが一緒に、フライヤーや VTR でポーズをとっている。特に表記のないものは吉本工業所属。また、プラン級のメンバーがあえてここで、表記されている場合は、ザプラン級としての自身のコントは行わず、ブリッジのコントのみの出演となる。ありがとうございます。